はい、658から始めます。1月12日です。すっかり遅くなったんでね、ちょっと喋りたいんですけど、早くね、歯が痛くてもう思うように喋れなくて、今日は今回テレビ新潟から毎年冬になるとね、ニュースで聞く、もう冬の風物詩みたいな形になってますけど、まあいい話じゃないですよ。練炭自殺、新潟県でありましたということで、駐車場の車から男女3人の遺体を発見、県内の男性1人と県外、新潟県内の男性1人と新潟県外の男女2人と、車内では練炭を使った跡が見つかると、1月10日上越市の駐車場に止まっている車の中で男女3人が死んでいるのが発見されましたと。車内からは練炭を使用した跡が見つかっていますと、現場は上越市の、駐車場ですと、10日午後6時45分ごろ警察が見つけたみたいですね。警察官が駐車していた SUV タイプの普通乗用車の車内を確認したところ、男女3人が、死亡しているのを発見しましたと。県内の40代の男性と県外の20代の男女、車内からは練炭を使用した跡が見つかっていると、で死亡している、3人のうちの1人と見られる人の家族から警察に行方不明の届け出があったと、捜索が行われてたんですね。身元の特定とかね、関係性とかはこれからなんでしょうけど、自殺の可能性を含めた死亡の原因などを調べて、間違いなく自殺でしょうと。で、例によって、自殺する方は、自殺したい方はっていうか、相談窓口みたいなのが書いてあってみたいなね、ニュースですけども。今年初めてかな、私もこの練炭自殺のニュース。初めてが2回目ぐらいかな。冬になるとね、練炭自殺、寒いですから、自殺方法としてね、筆頭というか、に上がってくるみたいですけど、この40代の男性と20代の男女ね、いろいろあったんでしょうけども、本当にね、もうやっちまったものは、死んだものはしょうがないですけど、今悩んでる方とかね、辛い方とかね、いないかと思いますけど、このチャンネル見てる方。歯が痛いにもかかわらずですよ。ね、水も出ない、暖房も効かない、廃屋で、真夜中深夜に一人で喋ってるおっさんもいるんだと思えばですよ。死にたい気持ちもなくなってくる、薄まるんじゃないでしょうか、というね。あと、いろいろうつ病とか、患っている方もいたとしたらですよ、焦らずですね、ゆっくり時間かけて、寝て、毎日、静養して、体が動きたくなるときって来ますから、必ず、そういう日が必ず来るんでね、苦痛だと思いますよ、寝てろって言ってもね、寝てるだけで苦痛なんだから、寝てて、考えますからね、頭は動く、脳みそは動くんでね。あんなこと、こんなこと、いろんなこと、ネガティブなこと考えるとね、もう病気も深まるというかね、その時はもうお医者さんに行って薬もらってね、安定剤とか、薬っていうのもね、合う合わない、効く効かない、ありますからね、万能ではないんですけども、とにかく気楽に、何も考えずに、心も体も休めることですよ。あと先考えずにね、いいじゃないですか、死ぬのなんかいつだってできるんだから、やる気になれば。そんな死のうと思わなくたって死にたくなったらね、多分勝手に体が動きますよ。あえて死のうなんて思わなくたってね。こうやってね、退屈しのぎの YouTube とかたくさんありますんでね、話聞いて、暇つぶし、もう人生死ぬまで暇つぶしなんでね、10年早いか20年早いか、違いですよ、本当に。ですんで、暇つぶしだと思って、なるべく体を動かしてね、散歩したり、公園行って寝そべってみたりして、動く雲を眺めてみたりとか、いいと思いますよ、私は。公園とか、人混みでもいいですよ、人混み、人通りのあるところでベンチで座って、ぼーっと半日いるとかね、結構退屈しのぎになりますんでね、そういうのでもいいですよ、人間観察でもね。暇つぶしして、死ぬなとは言いたくないですけどね、なんとかやり過ごすっていうね、方法をとって、
うん、あの死んでしまったらね、これ生き返ることできないんでね、うん、後悔のないようなあの人生にしていただきたいなと思うというおっさんの叫びでございました。658回終わりにしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。またお願いします。